高さが大事になります。20センチぐらいあればいいです。いきますよ、はい、流しながらゆっくりこうね、ジーグザグしよう。ジーグザグだよ。はい、ゆっくり戻りますね。ジーグザグ、ジーグザグ。今エビあると思うから全部流してください、ね、はい、少し寄せます。エビですから少し細長くします。こんな感じ。まだ隙間はたくさんありますので、もう一回、ね、はい、低いところですよ。流して隙間を全部埋めてくださいね。そしてね、少しを溜めていきます。この溜まったらね、接着剤の代わり、ね、今選んだ部品もローゼス、これもローゼスくっつきます。さあ、エビの持ち方、シュリー、上から半分ぐらい持とうね。乗っかるけども、シップだけ出してよ。はい、離してください。そしてね、これね、柔らかいからそーっと持ち上げて優しくくっつけよ。端っこ同士にくっつく感じ。優しく、優しく、ね、これね、熱いからこれね、おじさん冷やしてあげます。ドボン。はい、こっちが正面になります。少し形を整えますね。ジャンボ。そしてね、うん、長いからね、少しね、ここね、切り取るよ。ギューッと押して、少し引っ張って、一緒と切り取ります。ギャラリーさんが増えます。これで OK。 あとこっち、お水、ね、お水だよ、こっち。さあ、冷やします。こんなんでクリブってさっきカローテンキュー。そう、ここしかないよ。ただね、お野菜もやってみるからね。高さ一緒だよ。長さはね、ゆっくりでいいや。ジーグザグしや。でもね、大きさは少しあれば十分です。寄せていきます。そして隙間見ますよ。ここまではさっきのエビと一緒です。こっから少し変わるからね。いい、見せよ。おナスとお芋さん、ね、おナスね、このヘタのとこ持って裏返し、そして乗っけた時に半分出そうね。そしたら乗っけたらね、全部ドボーンと沈めて、このトロトロがここにくっつきます、ね、はい、お芋さん出しています。いいですか。はい、この赤い皮の部分を持ちますよ。はい、半分出して乗っけてください。このまま沈めてください。もうこれでくっついてるからね、ほら、ね、そっと裏に巻いて、あとね、余分なところがありますので切り取っていきますけども、爪を立てるようにグッと押してください。キュッキュッキュッと、うん、爪でね、ギュッとしていいよ。 OK。 はい、冷やしましょう。クールダウン。では皮の色、透けて見えるでしょう。リアルな感じがします。次は、ね、さあ、いっぱい組んで、たくさん組んでくださいね。ゆっくりでいいですよ。はい、低いところ、このままゆっくり傾けながら流して浮かべていきますよ。ほら、ね、そして今度ね、グリーン。グリーンはね、私から見て遠い方、こっち流して、自分の方にこの白いところを残すんだよ。ね。でもね、おじさんは反対。おじさんはね、おじさんの方に白を残したいからね、おじさんこっち行くけども、後で反対だよ。流しながら横に少し動くよ。はい、真ん中まで戻って、ここでゆっくり流しましょう。こんな感じです。ね。そしてね、この白い方から、オイルの中に沈めながら長く伸ばすよ。だいたいこれね、3倍ぐらい伸びます。へー、いきますよ。熱いからね、少しお湯かけて持つとこ作ります。色が変わったでしょ。ここ触っても大丈夫です、ね、こう持ったら下へゆっくり深く沈めて、よいしょ。はい、横に持ち替えたよ。あとはね、引っ張ってください。よいしょ。持ち替えて引っ張る、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 どんどん引っ張ってよ。これ引っ張るときね、自分の方に引っ張ってね。自分の方にやる、こっちで、ね、もし難しかったらお母さんやってもらってもいいですよ、ね、少し お手伝いします。このときに浮いたのが寄ってきてね、手に触ると熱いですから、寄ってこないように支えますから。おー、すごい。うまいです。頑張るぞ。あ、そしてね、この白いところで芯を作るけどね、この芯だけね、おじさんに作らせて。
芯ができたらあと任せます。だから潰さないようにね、右に左に転がして、よいしょ、うん、あのね、転がすときに絶対押さえないでね、そしてね、丸くしようと思わなくていいよ、大雑把に転がしてください。こんな感じ。あとね、まだね、丸くありません。あとここそーっと押さえよう、よいしょ、いやいや、少しずつ押さえて丸みを、うん、整えてください。押さえるの一番最後だよ、こんな感じね。そしてこれ包丁ではありますけども、最後のところこれまだ壊れます、普通じゃないから、もう一枚葉っぱ作って貼り付けます。はい、この緑、ゆっくりでいいからね、低いところゆっくり流そうね。流して終わったら今度ね、お玉の裏こっち使うよ、そーっと触れる程度、押さえなくていいよ、ね、あと回してみてください。ほら、何ができた、なんか青いクレープになってきたな、ね、そしてね、壊れる方をね、下にしてね、真ん中に乗っけるよ、あと上から押さえてプッシュダウン、はい、あと優しく貼ろう、優しく優しくだよ、はい、ここ、うん、これで完成、ここまでやってください、ね、あとね、切る方はおじさん任せて、ね、いや、そう、潰れそうです、ママ冷たい包丁で切ろうとしてもちょっと盛りがあります、潰れます、なんか柔らかいですから、まだここ90度熱湯です、これは熱いぞ、これローですので熱に弱いです、ね、温めた包丁の熱を使って溶かして切りますからね、よいしょ、ね、すごいね、ドーン、当たりまーす、すごいね、これね、ギューってやってみて、潰れるよ、ギュー潰してもいいぞ、そう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 、ギューやれ、オッケー、すごーい、もこれでももう硬いよ、これ欲しいぐらいだね、硬いでしょ、すごい、硬いでしょ、水に入れちゃうと、さあ頑張るぞ。